さあ続いてやってきたのはこちらです。そうです、 9FF でございます。日本でも結構前に400キロ出るポルシェとしてめちゃくちゃ有名になった GT9 を作ってる会社でございます。今回中を見せてくれるそうなんで行ってみたいと思います。というわけでいきなりですけど、ここショールームの方から潜入したいと思います。めちゃありがとうございます。 Thank you ダンケシェン。ご覧ください、こちらもうすごいいろんな受賞のトロフィーが、すげえ。そしてこっちにも、もうドイツでもめちゃくちゃ有名みたいです。いろんなこうトロフィーがあって、そしてこちら、あ、こっちにもあるんだ。でも大体ここに降りたエンジンがボーンっていう、これ空冷のエンジンだよね。空冷、そしてこちらもう数々の今までの伝説が全部ポスターとかになって飾られているという。 9FF グッズもたくさんあるんで買って帰りたいと思います。そしてこれが有名な GT9、 ホイールベースが伸びてなんと400、これ400何キロだ、129キロ出してる車でございます。そしてこっちの反対側にももうたくさんのもう伝説の車たちがポスターとか写真になってこんな感じで展示されております。でなんとここのショールームのこっち側、いやこれ996のエンジンかな、996ですね、996のエンジンがこんな感じでカットモデルが置いてると。でこれすごいのがこのクランク、これも 9FF のクランクになってて全部加工されて、で耐久性バッチリだそうです。こんな感じのショールームになっております。そしてこれからちょっとピットの方もお邪魔していいということなんで、ちょっとピットも潜入したいと思います。もう本邦初公開です。ご覧ください、この数々のもうポルシェとこの降りてるエンジン、すげえ。これあの全部チューニングのお客様からのご用命で入庫いただいてる車だったりとかデモカーだったりするみたいです。あれこれが1400馬力1800馬力、なんとこちらのポルシェ1800馬力だそうです。全部タービンも乗せ替えてこんな感じで巨大なブローオフもついてて、でしかもこれがもう9FF の保証もついてきて壊れないそうです。耐久性もバッチリということで、でやっぱりドイツだけじゃなくて世界中からもうポルシェで400キロ出したいっていう要望がたくさんあって、もう世界中から要望が入庫があるみたいです。この辺も全部インタークーラーからターボからマフラーから全部取り替えて、まあ、パワーがめちゃくちゃ出てると、こんなのがあったりとか、あとこっちこれなんと一応今のところ世界で一番速い992って言ってました。100キロから200キロまでの加速がなんと3秒ジャストということで、もうとんでもないスペックのこちらの992も、でやっぱりアウトバーンとかでポルシェで400キロ出したいっていうお客様が結構いらっしゃるそうです。そして上のこっちの991.1かな、こっちもしっかり全部エンジンがやったって、でさらにその作業途中のエンジンだったりミッションなんかがこう至る所にこんな感じで、あーっと、で向こうにもシリンダーブロックがブワーっと、そしてエンジンのそのバラしてカスタマイズしてるのも向こうにブワーっとということで、めちゃくちゃクリーンで整理整頓されたピットなんですけど、とんでもないことをやってると。そしてご覧ください、これが多分日本で一番有名、皆さん知ってるところじゃないでしょうか。一番最初の青い GT9、 有名な400キロオーバーしたあのミラーがついてないポルシェですね、それの今の状態。なんとリアがパイプフレームになってホイールベースが伸びているという、こんな伝説の車もピットにこんな感じであるという、すげえな。でちなみにこっちのがエアサス組んであって、なんかオリジナルのホイールデザインしてもらったホイールをこんな感じで編んでると。今教えてもらいました、このオリジナルのホイール SVJ のホイールに似てるよねって言ったら、うん、SVJ からやっぱりヒントを得てデザインしたオマージュしたホイールみたいです。お客様のほとんどがそのチューニングっていうことなんですけど、まあ、こういったドレスアップ的なのとかもちょろっとやってると。であとこちらですね、992、なんと純正形状にほぼ近いカーボンパーツもなんかオリジナルでやってるってことで、ウイングとディフューザーとあとついてないけどサイドとフロントが 9FF が出してるよっていう、はい、純正形状のまんまこのカーボン化されたやつが 9FF のオリジナルパーツで、ちょっと多分ねこの辺若干違う、あ、そうなんだ、わずかに形が違うんじゃないかと。そうでも400キロ出しても大丈夫だよって言ってた、うん、もうね説得力がある。そうそうそう実際に400キロ出る車をバンバン作ってる会社なんで、もう本当にその辺のエアロパーツの空力としての性能ももうバッチリじゃないかなと。もうめちゃくちゃ説得力あるね。ですね、
というわけでこの辺もカーボンパーツ、これついてないんですけど、はい、一応ラインナップとしてはあるそうです。あ、これ GT9 か、うんうん、これすごいね。あ、今製作中の GT9。 すげえ。そう、ミラーがないんだよね。あ、ハンドルも 9F のモデルになってますね。作り方がレーシングカー。そうだね。だってホイールベースを伸ばしてんでしょ。そうそう、なんとこちらがこれから GT9 になる車両だそうです。もう外装全部交換して、もうとにかく軽量化とパワーアップ。なんかさっきのあのストックヤードのどこかで見せてもらったやつはなんか1200キロ、1200馬力っていうとんでもない車があったりとか。これも全部交換だよね。全部変わってます、うん、変わってる。ボンネットはスチールのままアルミか、うん、ボンネットは今のところそう、うん、オリジナルエンブレムは変わってる。でもフェンダーもバンパーもドアもルーフも、ルーフもモール全部取って、で当然ホイールベースが伸びてるんで、そう、はい、お分かりいただけますでしょうか、うん、もう異常なまでの後輪の遠さ、うん、どのくらい20センチぐらい伸びてるんですか。伸びてるね、はい、うん、そしてリアはパイプフレーム化されて、これも多分1000馬力とか2000馬力のエンジンに。ルーフも下げた。あ、ルーフも下がってる、チョップドルーフになってるね。すげえな。だって窓が20センチぐらいしかないですもんね、うん、そう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 。だからフロントガラスがえらい寝てるな。寝てるよね。あとこことはすごい小さい。すげえ。あとここにすごい、もう強制的にファンではぁ取り込めるよね、空気が。リアの足回りすげえ、レーシングカーすごいね。あぁ、あ、エンジンも下げてんの。なるほどね、これはやばいね。ノームポーチエンジン in the back、yeah. This one is in the middle、うんうん、そうか、でプッシュロット式や、うん、アベンタと同じ。そう、あ、じゃあもう足回りもごっそり、うん、へえ。だってしかも後ろ全部パネルでカウルだからね。もう、そうそうそう、でそれまで繋がっててへえ。あ、これガラスも寝てるのか、少しこうなってるの、うん、そうだよね、うん、寝てるよね。ルーフが下がってる分ガラスもこう少し寝てる感じ。ちょっとこうなってる。なんとこちらが GT9、 もう何台作ってるんだろう、わかんないですけど GT9 になるそうです。でエンジンももうこうやって至る所に降りてるエンジンが、で向こうではかなり細かいこと、あ、なんか今教えてもらってますね。本当だ。え、いや、すげえ。これで1個350Nm まで1個で耐えてる。あ、そうなんだ。でもそれは、え、お父さんがオーナー兼創業者で、うん、あ、プログラミングできる。そうなんだ。軽い、めっちゃ軽い、うん、めっちゃ軽い、びっくりするでしょ。すげえな。え、これもだからオリジナルでしょ。基準が分かんない、基準が分かんない。すごい、すごい。 Yeah, sure, sure, sure. Also, the original one. それを開発して違うところに投げて削って、はあ、なんとコンロットまで全部。いや、これが純正。あ、これが純正なの。へぇ、全然全然この太さがお分かりいただけますでしょうか。うん、こっち純正、はい、こっち 9F 製のコンロット。これはでもパワーアップしても大丈夫だわ。だってもう 1.2 倍ぐらいになってるんですかね。うん、すごっ。単造になってる。へぇ、だって首が長いよね、うん、ストロークさせた。そう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 、首がくびれてないですもんね、うん、あ、ストロークもちょっとアップしてるんだ。気持ち長いね。へぇ、あ、その分もしかしてピストンのあれか、うん、このだからその分圧縮して、うん、ピストンはちょっと頭がちょっとちっちゃいのに交換してるっていう、うん、へぇ、ツッチ992だって。あ、992も早速ブロックだけになってるっていう。へぇ、992やっぱり進化してんの、シリンダー。あ、してるんだ。あ、え、マジ992にもうこのコンロット組んでんの。すげえ。はあ、さすがにクランクは加工しないんだ、ここから。So you don't do any modification to the... No, no, no. At this upgrade not. It's 3.8 liter, but we can upgrade it also to 4 liter, 4.2 liter. It's everything is possible.これ今回はしないけど、全然できる。ああ、そうなんだ。へえ、さっき見てもらったのと違いがお分かりいただけますでしょうか。ちょっと純正はやっぱり角があるという。へえ、すごいね。えぐいやってることがもうすごっ。
992のエンジンこうなってるショップってまだ数えるぐらいしかないよね多分。はあ、すごい。あ、でもやっぱりちゃんと全部こうシリンダーのライナー加工されてて、うんうんうん、コイルがちゃんと引っかかるようになってるんですよね。はいはいはい、すげえな。そっちにも本当にピストンとかクランクとかたくさん。すごい。これちょっとだってここの K がバグってる。これど、え？15センチぐらいなんじゃないの？直径。ガタでしていく。すげえ。すげえ、めちゃくちゃでかいタービンがもう絶対つくんだろうなっていう。GT2RS でもこんなでかくなかったもん。はあ。え、そのタービンがつくの？でかっ。That is the turbo for the car. すげえ。え、これで何馬力ぐらいもいける？ So how many horsepower does it handle? Both of them make around 1300. 1300? Yes, yes. 1300. これ1300なんだ。え、じゃあ2000馬力とか言ってるやつはもう一回りでかいのついてるってこと？見せてくれる。And I have... マジ？ Yeah, one of my oldie engines. すげえ。なんとさらにこっちよりでっかい2000馬力仕様のタービンも見せてくれるということで、ピットの端っこに置いてあった何気に置いてあったエンジンがなんとこれ2000馬力。すげえな。あ、でもタービンはなんかでもそんな大きい感じしないね。 You see, it's built in 2018 with 1800 plus horsepower. 1800 馬力。モンスターって書いてあるもん。ツインターボっすよね。うん、これ全部やってあるんだ。なんとこれが1800馬力のエンジンだそうです。 And it's not broken, he only wants more power. もっと出る。もっと出る。へぇ。さっきも言ったんですけど、ミッションポルシェのミッション優秀すぎて全然壊れない。 あ、そうなんだ。クラッチ版変えるだけで。へぇ。これはマニュアルのこと。いや、両方 PDK だもん。へぇ、すげぇな。すごいな。ちなみにあのリアの冷却問題が純正でもやっぱりあるらしくって、この辺の冷却がすごい大事らしいです。オリジナルバンパーもリアのところに大きいダクトつけて、ちゃんとこの辺が冷えるようにデザインされているということで、この辺も全部だからね。 This car comes from Japan. It was the first owner was from Japan. It was shipping. そうなんだ。これ日本の車持ってきてんだ。へー。Yeah, we will pull the car back, then you will see the Japanese logos. 乗ってた方は見てないかな。なんと日本からドイツに戻ってきたポルシェが 9FF でとんでも改造されてるという。ちょっとロマンあるね。すげえな。ご覧ください、こちらオイル交換のステッカーが、日本のステッカーが貼られてると。これ前オーナーボンドチャンネル見てないかな。分からんやろ。俺のターボがっつって 9FF でっつって1000馬力になってる。He installed a new radio. すごい。だからこうやって左ハンドルだとドイツに戻るっていうこともありえる。まあ一応右でも走れるらしいですけど、圧倒的な需要が左ということで。すごい。いや、いいもん見せてもらいました。You want to start the car? え？どこまでサービスがいいんでしょうか。なんとこれからこのとんでも馬力になってるエンジン音を聞かせてくれるそうです。あ、サウンドがすごい。ヒュンヒュン言ってるもん、もう。ヒュン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 って。すげえ。はあ。え、こっちもいいの？なんと992の音も聞かせてくれそうです。
すげえ。やーべえ。音が出にくいカーブ。うん。バルブでめちゃくちゃ。みんなヒュンヒュン言ってる。というわけでこんな感じで聞かせていただきました。でちなみになんですけど、この車、整備してるところと別のところにちょっと車のストックヤードみたいなとこあって、そこにもなんかもうレジェンドみたいな車がすごい、もういっぱいいっぱいあります。たくさんあって、はい、見せてもらうこともできました、はい、というわけで 9FF のパーツ、あのボンドグループでも取れそうなんで、はい、車も OK だよね。車の方がいいかもしれないですね。400キロ出るポルシェが欲しい方は、はい、一応あの 9FF の保証もついてきて、まあ、保証ついてくるんだけど、まあ、全然壊れないよっていう風に言ってたんで、まあ、信頼性もかなり高いみたいです、うん、まあ、じゃなかったら多分ドイツだったり世界中からはこんな要望ないと思うんで、まあ、そんなことをやってるとんでもない会社、今回お邪魔させていただきました。さあというわけで 9FF の中の様子をお届けしました。多分こんなポンコツが日本語でうろうろする動画はこれだけじゃないでしょうか。もうね、見てて本当にすごい。もうこんな需要と供給の絶妙なバランスで成立してるのはもう本当に見てて驚きました。あの 9FF の車は多分入れられるんじゃないか、ナンバー取れるかどうかちょっと怪しい感じもしますけど、でも他にもパーツとかいろいろあるんで、まあ、そういったご用命はぜひモンドグループまでお問い合わせください。というわけで僕らのドイツの旅はまだまだ続きます。